バックミンスター・フラーレンは分子式 C60 の球状分子である。1985年にライス大学のハロルド・クロトー、ジェームズ・ヒース、ショーン・オブライエン、ロバート・カール、リチャード・スモーリーによって初めて調整された。クロトー、カール、スモーリーはバックミンスター・フラーレン及び関連分子の発見の業績により1996年のノーベル化学賞を受賞した。 この分子の名称は分子の構造と類似しているジオデシックドームを考案したリチャード・バックミンスター・フラーに敬意を表したものである。バックミンスター・フラーレンは最初に発見されたフラーレン分子であり、また天然において最も一般的なフラーレン分子である。C60 フラーレン、バッキーボールとも呼ばれる。バックミンスター・フラーレン分子は粒子と波動の二重性が 実験的に観測された最大の粒子である。バックミンスター・フラーレンの構造は、20の六角形と12の五角形からなる切れ頂だき二重面体であり、それぞれの多角形の頂点は炭素原子、多角形の辺は炭素炭素結合である。C60 分子のファンデルワールス直径は約1.01ナノメートルである。C60 分子の角間距離は約0.71ナノメートルである。 C60 分子には2種類の結合距離がある。6、6半結合は二重結合と考えることができ、6、5結合よりも短い。平均結合距離は1.2オングストロームである。C60 構造中の炭素原子は、それぞれ3つの炭素原子と共有結合している。炭素原子は6個の電子を有していることから、電子構造は U2、4である。安定化するためには、 炭素原子は最外殻に8個の電子が必要であり、3つの炭素原子との共有結合では、最外殻の電子は7個にしかならない。このことは、全炭素原子上の結合に関与していない電子が、化合物中の全原子にわたって自由に浮かんでいることを意味している。電子は電荷を持っているため、この自由電子運動は、バックミンスター・フラーレンが非常に良い導電体となる。 ことを意味している。このことにより、バックミンスターフラーレンは、その大きさのため、ナノテクノロジーにおいて、非常に有用となっている。バックミンスターフラーレンのベンゼン溶液、バックミンスターフラーレンの規定状態電子密度の、糖密度面。ありがとうございます。